そういうわけでね、始まりました。今週もやりましょう、大内智久の勘弁してくださいです。なんかね、あれ今週音楽違うんじゃねえの、お前いつそんなポップなの流すようになったんだよってね、思ってくれる人もいたら嬉しいな。たまにはね、ミュージシャンらしいことしようと思って、初めてね、推薦曲流してるのに、お前うるさくて全然推薦してねえよっていうね、ツッコミ来るみたいなんで、まあみんなちょっと聞いてみよう。というわけで今週の推薦曲は中村ゆりなちゃんでビールンルンでした。って言ってね、別にここで終わりにするとかそういうワンコーナー的な話じゃないんだけどね、今日こうやってね、人の曲を流して、なんかね、曲だけ流しちゃうとどの辺がね、どう魅力なのかってちょっとみんな分かりにくいと思いまへん。でね、ちょっと詩の朗読っていうのかな、というわけでね、ちょっと まず普通に読んでみようか。歌の魅力ってさ、心を分かっちゃうとか、そういうこと言うんだよね。ちょっとあえて違うの流しながら、これもゆりなちゃんの、ね、曲ですけど、ビールンルンの読みましょう。私には大好きなものがある。それがないと生きてはいけない。だってそれはこの喉を潤してくれる究極のドリンク。ビール、ビール、ビールンルン、めっちゃ最高。ビールンルン、ビール、ビール、ビールンルン、私の人生ビールンルン。この気持ちはビール好きにしかわからない。でもいつか分かち合えると信じて。だってそれはこの体が生き返るほどの究極のドリンク。ビール、ビール、ビールンルン、めっちゃ最高。ビールンルン、ビール、ビール、ビールンルン、私の人生ビールンルン。ビール、ビール、ビールンルン、私の人生ビールンルン。というわけでね、だいぶ読み方があれだったけどね、こういうことが歌われてるっていうね。でね、これはあくまでもその彼女がね、乾杯的な温度で書いてるっていうところがあるんだけど、普段はね、ゆるふわ的な感じのキャラで売ってるはずなんだけど、確実にその本文が出るっていうこのビール曲はね、この落差応えますよ。ではね、あの子合コン連れてこうぜって言ったら、急にみんな席立ってる時にタバコ吸ってもいいって言ってる、それぐらい、こんなね、失礼なこと言っちゃいけないんだけど、でもそれぐらいいいものがあったね。じゃこの曲をね、リアルなその飾りをね、みんな取っ払ってありのままにちょっと俺は読んでみたいんだけど、私には大好きなものがあるの。それがないと生きてらんない。だってそれはこの喉を潤してくれる究極のドリンク。ビール、ビール、ビールンルン、めっちゃ最高。ビールンルン、ビール、ビール、ビールンルン、好きになっちゃいけないの。この気持ちビール好きにしかわからない。でもいつかね、分かり合えると信じてるの。だってこの体生き返るほどのドリンク。ビール、ビール、ビール、もう一杯、やっぱ最高ね、あんた。ビール、ビール、ビールルン、あんたの人生ビールルンよ。ビール、ビール、ビールルン、飲みましょうよ。ビールルン、ビール、ビール、ビールルン、私の頭ビールヌというね、割と人生酸いも甘いもっていうところを
くぐってきた人がね、ちょっとライブ会場で歌ってるとね、でもね、お姉さんもきっといいことあるから、うん、大丈夫、私のこと好きになっちゃダメよとかって、なんかこういうことを